ライゾマティクスの石橋元由といいます。今回は TT という作品で作品を作らせていただきました。安川電機さんの2体の双腕のロボットアームを使って光と影だけで作る映像作品という作品に、挑戦しています。僕は主に最初2体のロボットアームで何をするかというコンセプトのところを考えました。でライゾマティクス坂本です。今回ロボットアームの売り付けを、安川さん、安川電機の方々にお願いするのと、あと、どういうオブジェを作ったら面白くなるのか、どういうふりにしたら面白くなるのかっていうのを考えて具体的にしていくことをしていました。影の作り方として、一つは、3D プリントしたフィギュアを使っていたりとか、もしくは、レンズ状の形のレンズ、特殊なレンズを作ってそれに光を投影すると不思議な模様が出てきたりとかするので、そういうものを利用して、工学的にちょっと解析しながら、どういう模様だと面白いのかとか、そういうところを研究しながら作っていきました。6年前に作った、別の作品があるんですけど、その時も、ダンスをしている人のポーズをに光を当てて、その影で振りを再構築するみたいなことをやってたんですけど、その作品がベースにはあって、で今回、ロボットアーム2体で、全部で腕が4本あるので、片方光で片方オブジェを持たせると、2つの影ができるのが、その影の組み合わせとかでなんか面白く見せられるかなと思ったのは、そうですね。でそこ光源としては2つの光源と2つのオブジェってことで、どこまでこう、複雑な、視覚表現ができるかっていうのをちょっとやってみたいなというところですね。あとは普通の影絵って人が手で動かしてるものが多分ほとんどだと思うんですけど、ロボットアームだとものすごくゆっくり動かすとか、逆にすごく速く動かすとか、人間ではできない動きができるので、ロボットならではの動きを使って、なんかちょっと見たことない影の作品になるといいなと思って作りました。